Hello， 我是豪泽进步章高子。我们的影片即将开始哦。开始之前，如果你还没有订阅我们国新卫视 YouTube 频道，请记得按订阅，并开启小铃铛，才不会错过台湾豪泽进节目的最新通知哦。通知哦，通知哦，哎呀，喂，啊，开始哦。びっくり台湾の本社に勤めるたかしです。現在の僕の最大の任務は、いろいろな台湾を発見し、世界に発信すること。わっちょ、喜愛台湾だ。台湾の皆さん、あなたとの出会いが待ち遠しいです。それではびっくり台湾、行くぞ。さあ皆さんこんにちは、びっくり台湾びっくりの部長、たかしです。さあ私、たかしの部長、今日はですね、なんと夜の街に駆り出しております。さあそして皆さん、こちらご存知でしょうか。こちらですね、昔ですね、大正町と言われていた場所でして、こちらのね、石碑ご覧ください。こちらに書いてあるんですけど、六条通りですね。こちらがですね、その当時呼ばれてた名前で、六条通りっていう名前で、名残で今でもこの石碑が置かれているということなんですね。で、この六条通り、皆さん聞き覚えあるんじゃないですか。最近もうめちゃめちゃ人気な有名なドラマがあるでしょう。何？そう、ホアデン通さんですよ。ホアデン通さん、そうなんですね。この道のですね、反対側のあちらがですね、なんとホアデン通さんのですね、撮影現場だったということで、最近ですね、連日日々多くの方々がこちらを訪れるということなので。ということで、今日は今話題の台北のリューセンテール六条通り付近にある日本式バーのママさんを取材させていただけることに。しかもすごいシャオジェもいらっしゃるみたいなので、部長はもう大興奮。さあ一体どんな方なのでしょうか。ちょっと今日はですね、なんとホアデン中さんにかけてシャオジェがいるバーをスタッフたちが予約してくれたと。よっしゃ、ありがとう、マジでありがとう。今日はですね、ということで私、今日はですね、こちらソナーさんに来ております。ソナーさんでございますね。ソナーさん、はい、今日ね、こちらでものすごいシャオジェがいらっしゃるらしいんで、ちょっとね、サービスを受けたいと思います。なので今日ね、今日僕スーツ着てサラリーマンとして行きたいと思います。それでは皆さん、行ってきます。楽しみ、マジで。こんにちは。いらっしゃいませ。はじめまして。はじめまして。ソフィーです。私、ママです。あ、ママさん、はい、あ、ママさん、よろしくお願いします。ソフィーママ、はい、よろしくお願いします。一人ですか。一人です。あ、はい、こちらどうぞ。今日可愛いシャオジいます。いますよ。います。すっごく可愛い子います。あ、マジですか。はい、そう。じゃあよろしくお願いします。こちらどうぞ。お願いします。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは、ナンバーワンです。ようこそいらっしゃいました。私がこのお店のナンバーワンシャオジですよ。どういうことですか。はい、ちょっと中入りますよ。ちょっと俺泣きそうなんだけど、俺マジで泣きそうなんだけど、超期待。すごいシャオジェとはおなじみ龍波先生だったんですね。部長、よかったですね。そして今日はソフィーママに気になることすべて聞いちゃいますので、皆さんお見逃しなく。ということで、はい、リュウハさん、なんで今日いらっしゃるんですか、ここに。ここですか。はい、実はですね、はい、私にとってはこういう場所って懐かしいんですよ。はい、どういうこと。ですね、私は台湾に来て最初の頃ですね、こういうお店の経営者、ママさんとして、お店を持ってたんですよ。あ、ママさんだったんですね。はい、確かに前おっしゃってましたもんね。はい、お店やられてたって。そうです。実はこのリンセンペールーで20年間ママさんをやってました。すごい、20年間、はい、今はもう、あ、もうですね、はい、4年、4、5年前にもう全部、はいはいはい、売却してですね、全く関わってはいません。すごい、コロナの影響を受けずに。はい、はい、コロナの前にも売却しちゃったんで、もう全然関係ないんですけれども、一番頑張ってた時には、はい、このリンセンペールの中に3軒お店持ってました。すごい、3軒も持たれてたんですか。はい、そうなんです。すごいですね。そうなんです。いつもびっくり台湾で活躍してくださっている龍波先生は、かつてリンセンベールにて3軒のお店を経営していたママさんだったんです。ソフィーママは台湾の方、日本の方。はい、台湾の方なんです。はい、あららら、どうぞどうぞ。私がママやってる時にチーママで頑張ってくれてたんですよ。そうなんですね。はい、じゃあもうお付き合いすごい長いんですか。長いですね。最初に会ったの20年ぐらい前。15、16年前。2005年。2005年。2005年から。
あ、でも17年前ぐらい。すごいですね。お互い若くて綺麗だった頃よ。ママ今ももう若いですよ。ありがとうございます。いやいや、もう私はすいません、三つ割りでよろしいですか。はいはい、じゃあお願いします。ありがとうございます。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあソフィーママもこちらやられてもう15年ってことなんですか。いや、なんか15年前に私のお店にシャオジェで入ってきたわけですね、うん、はいはいはい。で、私のお店にシャオジェで入ってきてとっても優秀で頑張り屋さんだったので、はい、チーママになったわけですよ、はいはいはい。でチーママになって、それからしばらくして、はい、で独立、自分で独立してお店を出したっていう感じです。なるほどね、うん、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあソフィーちゃんも、ソフィーちゃん、はい、いただきます。そんなちっちゃいグラスなんですか。あのミンセンペールーはね、あの女の子はみんな小さいグラスで。え、そうなんだ。見て見て、めちゃめちゃ小さいグラスが。これ決まりなんだ。決まりとかも習慣ですね、リンセンペールのお客様は大きなグラスでいただいて、はい、女性は小さなグラスでいただくっていうのがなぜかリンセンペールの習慣。あ、そうなんだ。まあ、決まりではないんですけどね。そうなんです、まあ、あんまり飲みすぎないようにかもしれません。あ、そういうことですね。はい、じゃあとりあえず、はい、はい、どうも、いただきます。お久しぶり。はい、お久しぶり。はい、あ、お茶。まずはバーの気になることを聞いてみましょう。ちなみに今このお客さんの違い出たんですけど、うん、台湾と日本の、うん、台湾のこのジョーディエンと日本のこのジョーディエンの違いみたいなのがあったりするんですか。うんうん、ジャン君もブー嫌で、日本式の方が美女綺麗に、台湾式の方が美女奥い。そうなんだ、うん、台湾式の方が高いよね。高いです。日本式の方がどちらかというと便宜です。あ、え、こちらは日本式。日本式です。はい、はい、どんな違いがあるんですか。その中としては、中としてはこうよ、なんかこう様相が違ったり。様相もだから日本式の方がこういうちょっと日本のスナックみたいな感じで、はい、台湾式の方がちょっとキラキラするみたいな。あ、そうなんですね、うん、そういう違いもあるんですね、うん、そんな感じだよね。そうです、うん、え、じゃあこちらのお店はお客さんは日本人と台湾人どちらが多いんですか。日本式だと、うん、日本人多いですね。あ、日本人が多いんですか、うん、ね、そう、まあ、ほらソフィーママも日本語上手だし、確かに確かに、やっぱりあの日本語を求めてね、はい、日本の駐在員さんとかがいらっしゃるんですよね。そうなんだ、日本語を求めて、はい、ソフィーママを求めて。そうそう、なるほどね。ソフィーママもすごい日本語が上手なんですけど、なんかこれやっぱあれなんですか、ママさんになるというか、そのシャオジェになるときはそういう日本語が絶対とか、なんか何かできなくちゃいけないとか、あったりするんですか。私の時には、はい、あの女の子を面接するときに、はいはい、やはり日本語、はい、できたら日本語、あるいは英語。英語、うん、で駐在生の場合、はい、やっぱり英語ができる方もいらっしゃるので、日本語か英語ができる女の子っていうのをやっぱりお願いしてましたね。で、両方できない場合はすごく若くて可愛ければ両方できなくてもいいんだけど、はいはいはい、特別若くてとか特別可愛くて以外はやっぱり日本語とか英語どっちかができないとダメ。そうなんだ、うん、続いてお作法について聞いてみましょう。乾杯の時とかも女の子には必ずグラスはお客様よりも低い位置で乾杯するようにと、うん、はいはい、ね、例えばちょっといい、はい、あなたがこうグラスを持ってたら私たちスタッフ側は絶対にお客様よりグラスを低くするんです。これは低くよ。これ何の意味があるんですか。あ、相手はやっぱり上だ。そうです。だから絶対に女の子は上にしちゃいけない、下にしてくださいっていう、そういう風にまず最初教育しますよね。いろいろあるんですね、そういう、ね、お作法が。お作法が、あとはその台湾の女の子の悪いところなんですけど、グラスとかをこういう持ち方するんですよね、はい、で必ず下を持ちなさいと。今ソフィーママが下持ちましたよね、下持ち、はい、それをこういう風に持ってはいけないと。ああ、行儀悪い、うん、やっぱり人のグラス口つけるところをこういう風に手で自分の手で触るのは良くないでしょ、はいはいはい、なので日式のお店で、まあ、私の場合は必ず女の子にグラスはできるだけ下を持ちなさいと。なるほど、ね、間違ってもこういう風に持ってはいけませんっていう風にね。ちなみになんかその最初に絶対教えることってあると思うんですよ。でうちあのスタッフに一応女性が一人いるんですけど、うん、ちょっと教えていただけたらできますか。例えば例えば、例えばね、私は厳しかったんで、はい、マイクの渡し方とかも、はいはいはい、ちょっとソフィーママ、はい、マイクを買ってみました。マイクの渡し方があるんだ、うんうん、
1本貸してください。ちょっと斜めほら彼女こうやって渡すでしょ。はい、これ私ずっとちゃんと良かったできててくれてね、こういう風に渡しちゃいけないんですよ、お客様に。そうなんだ。お客さんにこういう風に渡すと、はいはい、だってお客さん持ち帰らなきゃいけないでしょ。あ、なるほどね。でもこういう風に渡せば綺麗でしょ。はい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 、だからそういうことも女の子に教えてました。やっぱソフィーママね、あの私の教え子ですから今きちっとそういう風に渡してくれて、はいはいはい、ホッとしました。おちょっとね、ちょっと試験カオス15年経ってもやっぱりカオス。昔は日本語のテストをされたわ。なんかね、こういうね、はいはい、日本人としてのマナー、はい、台湾の人は知らないから普通にはいとか渡そうです、うんうん、はいって。そうじゃない、たとえ片手で、遠い時は片手で渡すでしょ。ビデオブレンダディーパイエスシューウォーメンダリー、まあ、必ずお客様を敬うっていうところでやられてるんですね。そうです、やっぱ小さなことだけどそういうところにも私は厳しかったです。あ、でもそうされて何でも話せる場所って確かに通っちゃいますね、それはね。続いて気になる接客の際の心得について伺ってみましょう。ちなみになんですけど、このお仕事をされていてお客さんと接するときもそうですけど、何か心がけてることってあったりするんですか。じゃあソフィーママ、はい、現役のママ、お店に入ってきたお客様をお客様と思わず恋愛中のお相手だと思うことよ。大切なあの人よ。この笑顔、この笑顔が素敵よ。見て見て、何これ食べたいの。あこれは最高です ね、 ね、これ満足するお客さん絶対に払ってください。ちょっともうちょっと楽しませて。じゃあもうちょっと楽しませて。でもそしたらお客さんのこう情報混ざったりしないんですか。例えばじゃあ中村さんの話を間違えて佐藤さんに、佐藤さん奥さんどうみたいな、佐藤さん独身だったとか。そういうのはないね。そうですね。あ、ないんだ、うん、あんまりお客さんとの会話が混じるってことはあまりないですね。ないですね。うん、あの名前が思い出せなくて、うーなんだっけ名前っていう時はあるけど、どうするんですか。そういう時、あのね、結構これね、お客さんってボトルをキープしてくれるわけ、うん、でボトルキープしてくれると、例えば中村さんとかね、うん、渡辺さんとか書いてあるわけ、うん、で裏に置いてあるわけね、うん、でその時にお客さん入ってきて名前が思い出せないとボトルが出せないわけよ。そうですよね、うん、そう、もうね、やばい、なんだっけ名前なんだっけって言って、でもどうしても出てこないと、はい、一番若い女の子に行かして、すいませんお客様はね、お名前はってね、そういう時ね、ママが言っちゃダメなわけよ。ママが言ったらちょっとまずいから、一番若い女の子とか、あと会計さん、ね、さっきあのお手伝いしてくれてる、声に運んでくれる会計さんいるでしょ。会計さんにちょっと来て来て。なるほどね。そうですね、お客さん多いですからね、混ざることありえます。そう、それは困るよね、そうですね。変動、なんかリピート客、お客さんいっぱいじゃないですか、うんうんうん、どうやってそのリピート客を作るか。私はね、女の子にいつも言ってたのは、うん、自分の話ばっかりしちゃいけませんよと。というのは、お客さんっていうのは男の人でしょ、うん、で、男の人っていうのは家でこう自分の話あんまり聞いてもらえないんですよ。お家に帰ると奥さんが待ってて、今日こんなことがあってね、はい、とか、子供さんもそうでしょ、はい、だからお父さんってあんまり話聞いてもらえないわけよ。あ、なのでやっぱでも人間って喋りたいでしょ、うん、だからやっぱり話を聞いてあげなさいと。あ、うんうん、あそう、あそうって、まず話を聞いてあげるのが大事ですよと。なるほど、自分が喋るんじゃなくてね、はいはいはい、うん、あそうすることでここが安心する場所になれる、喋れるっていう、人間喋る方がやっぱり嬉しいんですよ。なるほどね。さすが凄腕元ママさんの龍波さん、お作法をはじめいかにお客様の心をつかむか心得ていらっしゃいます。とはいえお酒の席、お客様が酔っ払って何か被害を受けたことはないのでしょうか。痴漢女性、え、ママママ女性です、ママ、おい、おいけそうですね。あ、手相見るんだ。おいい手相、逆に私やります。なるほどね。あ、ちょっと嬉しいわそれは。あとね、あと例えばね、はい、こう座ってて、はい、隣に、本当は隣と何にこう、こう手がね、こう来る人いるよね、来ますね、こう来たりするでしょ、うん、そうするとこういう風にしたら、はい、やっぱりお客さん気分悪いでしょ。そうですね、だからこういう風に来た人がいたらこういう風に繋いじゃうわけ。こうやって、そうするとお客さんはこう、あーってホッとするでしょ。そうですね、うん、でもこうちょ直に触ってこういう風にしてることによって、はい、こうだから、はいはい、全然
嫌な感じしないし、そうですね、そうですね、はい、スカートの中に手入ってくることもないし、なるほどね、それが守れるんだ、そうそうそう、それをね、こういうふうに若い女の子とかは、はい、やっぱこうやっちゃったりするんだけど、はいはいはい、そういうのをママとかチーママが女の子に教えるわけ、怒っちゃダメなのに、こういうふうにしたり、はいはいはい、ピッとかやるとお客さん怒っちゃうでしょ、はいはいはい、じゃなくてそういう時は優しく手をこう握ってあげるとかすればお客さんは怒らないですよ、わ、これがあれだよ、前アイメイダー、そうじいちゃん、曖昧なのが商売よ、メイダー、ここであの大人気ドラマに出演しているたかしに舞台裏を聞いてみましょう、本当にどこに出てるの、何話に、まだまだあの D3G シーズン3、シーズン3です、楽しみ、写真撮りましょう恥ずかしいよ、俺恥ずかしいんだよこういうの、なんで顔すぐしいんですよ僕、なんで一回里面是演什么角色、对呀，没讲吗？就是一个日本人呐、啊，日本人，日本人，就是一个日本人呐、啊，不是是不是黑道人？就是一个日本人呐、啊，就是一个日本人，就是そのままじゃない。まあもともと日本人だね。会凶吗？很凶吗？就请期待一下，大家，请期待。スケベな日本人役じゃないの？もうそれ僕ですよ、スケベな。但是我在网络新闻有看到。你跟郭雪芙有被拍到？对啊，那个是那个私下的事情。私下的事情，你私下之后你跟他去干嘛？没有，没有了，没有没有没有。After 啊，没有 After， 没有 After， 期待的，很期待，但没有了，对啊，没有就对。嗯，有有演有对戏的。那有没有可以说的？好比说，跟演员杀手是谁？杀手是谁？絶対不行，絶対不行，絶対不行。言えないのよね。不好说，真的真的。那有没有可以说的东西？CM など話題沸騰中の台湾ドラマに出演中のたかしが舞台裏を暴露。話題のドラマに出演中のたかし、撮影現場であの有名俳優さんと忘れられない出来事があったそうなんです。第一天跟有一个应该大家都知道那个里面也是蛮まあ、とにかく有名な方です。もう みんなだ、有名だ、だ、だ、俺是他。他跟我以前是演过一个一个电视剧，但是那时候我是真的很小小的角色，就是真的拍摄也是一天而已，然后就解释就解释，杀青就什么的都没有。但是我那个后来花莲剧上去的时候，第一天跟他我那个对戏的时候，他问虽然问我就是。竟然问我，就是你是不是那个时候的那个日本人呐、啊？然后我真的吓到，因为那个是三年前、四年前的事情，而且是那个那一天而已，我们见面，我真的哇，好厉害！原来他是变有名的人，对，我这样子觉得，对啊，真的超级厉害。妙计吧？因为讲这个里面的不行啊，不好说。那是男生还是女生？好像也可以是男生男生哦，男生，哎、欸，不知道男生，他就是他是男生，没有很多啊，有很多啊，警察啊什么的也都很多，那中村さん也有啊。たかし、そんなにじらすなよ。その俳優とは無関連だそうです。二人は以前別の作品で共演したことがあり、覚えてくださっていたそうなんです。ね、あの私がお店やってる時に、はい、結構有名な芸能人とかも来るんですよ、そうで、ソフィーちゃん一緒に歌ったよね、歌いました こういう人たちね、騎士団、そうが来た時とかも閉店してから来てくれて、でその時にソフィーちゃん一緒にデュエットしたよね、アホですね。アホ知ってます？知ってる？ワンナカリバ。知ってる？じゃワンナワンナ。そうワンナカリバ。えそうなんだ。彼女歌上手だから。そうなんだ。一緒にね歌ったよね。一緒に歌いました。それもフラって入ってきたの？いや元々私の知ってるお客様が今日騎士団連れて行くんで、で悪いんだけどそのちょっと。
お客さんとかね、うん、その知らない日本他のお客さんに分からないようにしたいんで、うんうん、閉店後に行きたいんだけどいいですかって言われて、はい、でいいですよ、女の子1人か2人残してもらえませんか、うんうん、って言われて、はい、あ分かりましたっていうことで、なんで閉店後に連れていらっしゃったんですよ。彼らもリラックスしたいっていうことで、そのうん、それで普通の格好してね、そうそう、コンサート終わってホテル帰ってシャワー浴びて、そう髪の毛もこう解いて、そうなんだ、普通の格好に来ました、で来て、はい、カラオケ歌いたいとか言って、でソフィーちゃんをその時一緒にデュエットとかもして歌って、うん、そうなんだ、えその日はその後そのままこう何かっていうことはなかったんですか？その時知らなかったね、そう有名な人だってね、そうそうそう、サインももらわなかったそうなんだ、残念でした。でも一緒に歌ったの、そうでも今もドラムの白鳥さん、はい、白鳥さん、うん、雪なんだっけ、で今もう Facebook 友達になったね。あそうなんだ、はいはい、じゃ今でも来るんですか？今はもう来ないけどね、あ来ないですね、そうそう、あとね、野球の選手、プロ野球の選手がすごくいっぱいうち来てくれて、私たまたま、はい、台湾で世界選手権があったりとか、でその後に台湾でオリックスとダイエー、当時のダイエーですね、うん、今ソフトバンクだけどオリックスとダイエー戦とか、その次の年はダイエーと台湾のチームとか、3年連続その、まあ、今のソフトバンクダイエーの、まあ、今ロッテの監督やってる井口さんとかね、うん、あの一連の方たちが3年連続来てくれて、というのはたまたまその井口と私が同窓、大学一緒なんですよ。それでその共同通信とかの記者の人が井口とかに お前の先輩リンセンペルドの店やってるよって言って、お店の名刺を渡してくれて、でそれからもう毎年来るようになって、もう着きましたって着いた日から必ず来るんですよ。そうなんです、うん、だから横綱も来た、横綱も来たね、横綱も来るんだそうスポーツ選手、そうそうそう、すごいっすね。あでもね、私一番ね嬉しかったのね、マッチ来たの、うん、すげえ。近藤マッチ、マッチ分かるかな、ジャニーズの近藤正彦ね、あれはやっぱり世代なんで私も、ああそうか、なんでやっぱちょっとエラックかもしれないな。サインもらいました、サインもらわない、もらわなかったんですか？そうやっぱお客様でいらっしゃってる以上は、あオフだったな、あまりそういうことはしないですね。実はびっくり台湾スタッフも2003年近藤正彦さんが台湾にお仕事でいらっしゃった際に一緒に写真を撮っていただいたことが、20年前のマッチ変わらずかっこいいですね。ライサンガンさんね、瀬上さんはよく来てくださいましたよ。瀬上さん、まあそうね、はい、有名なことですか、ま、その関係で私も瀬上さんの番組に3回ぐらい出さ、4回ぐらい出させてもらって、あそうなんだ、うん、お店に私のお店、当時私お店やってたから、はい、そのお店ごとに全部取材っていうか、ライサンガン台湾で来てくださって、あそうなんだ、はい、じゃあそのお店で知り合われたんですか？もともとお店で知り合った。あそうなんだ、うんうん、そうなんだ、なるほどね。瀬上さんそれお酒お好きですもんね。瀬上さんお強いのよ、そうなんだ、もう酒も何も強いのよいや私は何も言ってません瀬上さんは飲んで酔っ払ったら脱ぎはしない、しない、あの方は変わんないよね、酔っ払わない、酔っ払わないの、酔っ払わない、淡々としてるよね。確かに聞いたことある、瀬上さんめちゃめちゃ酒豪だって聞いたことあります。強い強い、変わんない、なんか原住民の方と飲み比べをして、うんうん、勝ったっていうのを聞きましたけど、多分跟人面に行った際に現地の方と人面のガオリャンを飲み比べした時も勝ったみたいよ。すごいね、去人面采访的时候、特にあの頃は若かったから、はいはい、特に元気だったよね。なるほどね、で、まあ、そうすごく女の子にもモテたしね、男前ですからね、うんうん、男前でに芸能人でしょ、はいはいはい、だからモテたよね、うん、あなたも飲みに行ったらモテるわよ。ちょっとじゃあ遊びに行こうかな、いろいろと先生教えてください、いろいろ。今私はもう引退しちゃってるから、ね、現役のソフィーママに ね、はい、ママにね、よろしくお願いします。また来させていただきたいと思います、うん、ありがとうございます、ソフィーママ。ここでママさん、お客さんは家族みたいだと言います。どういうことなの？あすごい、私思い出しちゃったなのね、あのねあるお客さんがね、はい、その私の店すごいその日混んでたの、はい、ものすごい混んでる時に、じゃあママ混んでるから悪いからもう俺帰るよって帰ったわけ、はい、で帰ってね30分ぐらいしたらね、店に電話かかってきたわけね。で どうしたのって言ったら、なんかすごいなんか大変な持病が出ちゃって、もう大変なんだよって言って、はあって、でも会社のスタッフに電話したんだけど、誰も夜遅くて出てくれないと。でその人日本語しかできないわけで、救急で病院に行きたいんだけど助けてって言われて、
って言って、じゃあソフィーちゃん、あったでしょ、で、じゃあソフィーちゃん、じゃあうちのチーママ行かせますから、住所教えてくださいって言って、で、住所聞いて、で、じゃあタクシーで今から行きますから15分後に家の前に出てきてくださいって言って、で、彼女すぐ着替えて仕事中よ、で、病院行って、あ、病院、そのお客さんのマンション行ってタクシーで連れて、その病院連れてって、病院で全部通訳してあげて、で、家まで送ってって、あったよね、ありました。すごいっすね。そうだから、その時私もすごく呼ばちゃって、呼ばれたの？呼ばれたの？酔い冷めた。酔い冷めたんだ。そう、私も今日お客さんこんなに混んでてチーママ一人出すのちょっとなと思うけど、でもしょうがないもんね。で、酔い冷めた。で、ちょっと着替えて病院行ってあげてって言って、はいはいはい、だからもうそういう困った時の駆け込み寺、うん、あとね、その辺で飲んでて、はい、お財布落っことしちゃって、だから鍵を落っことしちゃってとか、バッグなくしちゃって帰れないからお金貸してとかね、タクシー代貸してとかね、結構あったよね、そういう人入ってくるのよ。だからなんかお客さん本当通り越して、本当に家族なんですね。もうみんなで助け合ってやってくっていうような感じなんですね。そう、私もね、病院はね、2、3回行ってますよ、お客さん頼まれて。そうなんだ。やっぱり急に店に電話かかってきて、はい、で、うちの社員がなんか夜中にどっかで酔っ払ってやっぱり病院に運ばれたんだけど、で、あの会社のスタッフが連絡つかないんで、悪いけどママ一緒に病院行ってくれるって言って、でも分かりましたみたいな、で、夜ね、一緒に病院連れてったり、一緒にその方と一緒に病院行ったりとか。本当のお母さん、ママ、お姉さん、お姉さん、お母さん、乾杯乾杯乾杯、じゃあそうそう、お姉さん、うん。水商売のお仕事、一体何が一番大変だと感じるんでしょうか。シャワジエのお仕事って、うんうん、正直ちょっとこう何 お酒を飲んで、うん、お客さんとこう騒ぐだけで、うん、カラオケ歌って、そうそうそう、意外と楽しそうな仕事だなと思うんですけど、うん、まあ表面はね、はいはい、綺麗な洋服着て、はいはいはい、そういうお酒好きな人は飲んで歌歌って楽しそうに見えるんだけど、うん、実はね、シャワジエにもね、プレッシャーがあるのよ。何のプレッシャーがあるんですか。例えばお客さん呼べない女の子とかはやっぱお給料払えないでしょ。そうですね、ね、やっぱお店だって、うん、あのビジネスですから、うん、お客さん呼べる女の子がいいわけですよ、うん、そうするとそのために例えば同伴とかノルマがあったりするんですよ。あー、なるほどね、うん、フワドン中社の中の第2シーズンの何話かは忘れたけど、スーママと中村さんが仕事前に会っていて一緒にお店に入ってくるシーンがあるでしょ。あれが同伴のことなのよ、うん、そう、はいはいはい、とこれはね、同伴だとイリラクーレン一人来ば、うん、だからお店職員さん、あ、人店何人お客さんって計算できるでしょ。あー、なるほどね、うん、だからこれはすごく女の子の大事な仕事になるんですよ。でも同伴って一晩に一人しか連れてこれなくないですか、うん、晩ご飯食べて一緒に来る、まあ一人とか、あと3人グループ一緒とかね。でもね、あー、グループ連れてくるの、うん、でもね、私は3人やったことありますよ。どういうこと、どういうこと、一晩3人、まずね、まずね、まずね、さあ、ほら、まずね、まずね、お客さんにじゃあご飯食べに行かないって言われて、いいですよって言って、じゃあちょっと今日お腹空いちゃってるから早めの時間でいいって言って、6時頃、はいはい、6時頃お客さんと会ってご飯食べるでしょ、うん、それでお店は大体8時からなの、だから8時にお店に一緒に入るでしょ、はい、で、じゃあちょっと着替えてくるわねって言って裏口から出て、別のお客さん8時他のレストランに待たしてたんで、そこにガーッと行って、うわ、それでそこで8時からもう一回ご飯を涼しい顔して食べて、食べれるんですか。いや、あの時私ね、お酒は飲めないけどね、ご飯食事だけはいっぱい食べれたんですよ。すごい。それで8時のお客さんを、8時に会ったお客さんをもう一回9時頃、はい、お店に送り込んで、それでもう一人お客さん待たしてたんで、すごい、ごめんね遅れちゃってとか、8時半か8時ぐらいのやつ、ごめん遅れてって言いながらもう一軒行って、3人やったことありますね。わ、すごいっすね、うん、3人、うん、ママは、私は2人ね。2人なんだ。いや、それでもすごいですよね。3回夕飯食べるってね、結構辛いですよ。いや、それは辛いですよ、分かりますよ、食べるの辛いですから。いや、それもあの普段結構食べるって知ってたりすると、はい、その日だけ食べないとおかしいじゃないですか、うんうんうん、間違いない。普段ね、小食だって思われてればよかったんだけど、普段ちゃんと食べる人だって分かってたから、なんかもう必死ですよね。
いやもうそれなんかもうお客さんと話会話とかどうでもよくなりません？食べることに必死になって、食べるっていうよりも時間うまくこう満足させながらお店に連れていく時間何時にしようかなみたいな。一晩に3回も同伴なんて本当にすごすぎる。当時の龍波さんがどれだけ凄腕ママだったか分かるエピソードですね。で同伴っていうのはそれとお店に連れてこれるから、うん、お店にとってもすごくメリットがあるんだよね。一番いいのはだから日本からこう出張者が 5,6 人来て、はい、そういう人に一緒にご飯に行って 5,6 人一緒に連れてこれるっていうのが一番いいんだけれども、はい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 、でもね他にもアフターっていうのがある。アフターもある。同伴に対してアフターっていうのもある。この後アフターが存在する知られざる理由を大公開。酔っ払って帰らないお客さんいるじゃない、座っちゃって、うん、もう閉店なんだけど早く帰ってくれないかなとか思うお客さんいて、はい、そういう時にとりあえず外に出すみたいな。ね、他にもアフターっていうのもあるの。アフターもある。同伴に対してアフターっていうのもあります。台湾もアフターがあるんですか？あります、あります。そうなんだ、日本だけなんだと思ってました、はいはい、アフターはやっぱりこうお店の閉店時間ぐらいになるとお客さんもお腹空いてきて、はい、女の子もお腹空いてきたりするから、そうです、ね、ちょっと軽くこうお夜食食べに行かないっていうのもあるし、はい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 、何時ぐらいに大体閉店するの？大体1時1時ぐらい、はい、あとね、はい、あとね、酔っ払って帰らないお客さんいるじゃない、座っちゃって、うんうん、もう閉店なんだけど早く帰ってくれないかなとか思うお客さんいて、はいはい、そういう時ねえ夜食食べに行こうよって言ってとりあえず外に出すみたいな。あ、なるほどね、それも一個のこう帰らす手段の一つなんですね。そう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 、それで夜食とか食べに行って、はい、まあ、それはねもうお店の営業、その後お店に行ってほら関係ないんだけど、お客さん嬉しいわけ、うん、なんか夜食だとなんかチャンスもあるような感じするじゃない。あ、確かにね、同伴だとより曖昧になりますね、雰囲気が。同伴だと絶対ご飯食べた後お店に来なきゃいけないけど、はい、こうアフターだとご飯食べた後もしかしたら彼女のアパートに行けるかもしれないとか思うかもしれないじゃない。そうそう、男子はありますね。そうそう、だからアフターの方がお客さん嬉しいみたいな。なるほどね。え、ちなみにこうなんか行くお店っていうのは決まってたりするんですか、それは？まあそんなには決まその時の気分だよ ね。でもあんまり遠く行くの面倒くさいじゃない、お互いね。あ、だからまあ大体この近くで、お店の近場で、はいはい、那会不会有小姐之间抢客？お客さんの取り合いはどのお店も多少はあると思うわ。でもうちのお店ではスタッフ同士の雰囲気を悪くしたくないので、お客さんの取り合いを禁止しているのよ。昔私のお客さんだった人、他のスタッフに取られたことがあるわ。ある日同伴をしていたの。でも私には何の報告もなかったの。その日お客さんとスタッフはバラバラにお店に入って来たから同伴だと知らなかったの。でもお会計の時に同伴代が入ってて知ったのよ。どうすんのそれ。じゃあ、怒っちゃった。怒ったんだ。まあたま怒鳴ってないわ。閉店後にお話ししたのよ。バックヤードで彼女に言ったの。直接言ってと。怒らないから直接言ってくれた方がいいわと。怒鳴ってないわよ。なるほどね。言わないとダメよ。え、那曾经有没有看过小姐跟小姐、其他的小姐跟小姐这样子，然后打架之类的？ないわ。お互いが喋らなくなるのよ。喧嘩ではないわね。雰囲気が悪くなるの。私たちはないわね。私は自分のお客さんっていう感じを持たないようにしてたんですよ。だからそのできるだけ、特に最後の7、8年、引退する最後の 7、8 年はもう自分のお客さんを持たないようにして、自分、私を気に入って来てくれてるお客さんでも、ね、彼女と一緒に同伴行ってあげてっていう風に絶対自分のお客さんを持たない、もう引退するのを決めてたから、できるだけそういう風にしてたので、私はそういうのなかった。なるほどね。だってそうしないと自分の体が持たないでしょ。そうです、ね、頑張った時は1日3回も同伴したけど、それは最初の 5、6 年で、もうお店が軌道に乗って安定してる、あとは私がってやっちゃうと自分がいないとお店が回らないんで疲れちゃうわけですよ、うん、だからできるだけシャオジェに回すようにする、うん、なるほどね、勉強になりましたね。いいね、世界結構怖いですね。でもそれは逆もあるわよ。お客さんが自分の気に入った女の子っていうことで、例えば
例えばね、こうあなたが彼女を気に入ってて、うん、でケビンも彼女が気に入ってて、うん、でアフター誘いたいわけよ。おお、はいはいはい、そうするとどっちも帰らないわけよ、はい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 、お互いこうやって自分の気に入ってる女の子って分かるから、はい、お互いにこうやって牽制し合ってね、はい、どうすんのそれ。そういうのも困るのよ。それはどうするんですか。だからどうするかだよね、その時の腕の見せ所で。あ、それはもうそのシャオジェの腕の見せ所なんだ。例えばこっちねえ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 って後で行くからどこどこで待っててとか言って。なるほどね。それで先に出かせ行かせてどこどこで後で行くから先出てて、こっちのお客さん、ね、今すぐ出かけようとかね、すぐ行ってお肉をはしごするとか。めちゃめちゃ大変。アフターも大変ですよ。アフターも大変よ。超大変ですね。もう二人でこうやってこうやってこうやってやってね、帰らなかったらね。そうなんだ。そうそうそう、めちゃめちゃ大変なんですね。そう、なるほどね。いやでもいい修行になりそう、なんかやったら。そう、だから人間のそういう心のね、はい、そういうのをこうチェックしながら、うん、やっぱりいい勉強になりますよね。本当ですね。今日話聞いただけですごい勉強になったんだ。ありがとうございます。勉強になりました。続いてコロナでどんな影響があったのか聞いてみましょう。そしたらちなみになんですけど、そのコロナの影響とかって会社受けてるんですか。それ大変だよね、この時期やってるの ね、 うですね。どういった影響、よいめよい、とても影響を受けてるわ。政府の方針でお店が開けないですし、屋外の方も入ってこれないから約3分の2お客さんが減ったわ。たくさんよ。出張の方よ。最近は開けてるわ。2ヶ月前から。ちょっと収支だよね。そうなのよ。去年の5月、コロナが蔓延しだした時から閉めたのよ。警戒レベル第3級が出たあの頃よ。1ヶ月半閉めて以来、その後ずっと景気が悪い状態よ。5月はお店を全く開けてないのよ。え、私はって、新州な、うん、ゴレンホイシャンシャーだよね。あ、そうそうそう、ヨーヨーな。なの、ソンシャンシャ、シャンシャー来台北、ゴンゾーダシャオジェ、ミューバンファスホイシャンシャー。ホイシャンシャー。うん、わ、そうなんだ。コロナでここまで来てるんですね。大きい。ここ、いや、一番最初に切られる場所ですよ、夜の仕事は。うわ、大変。大変で、中にはやっぱり子供抱えてる子とかね、大変な子いっぱいいるもんね。そうですね。じゃあこれからあのうちのプロデューサーと一緒にたくさん来ますんで、うん、プロデューサーがお願いしますんで、よろしくお願いします。楽しみにしてます。苦笑いしてますね。クッション。行くときは僕も誘ってくださいよ。バーに来たのでせっかくなので歌っちゃいましょう。日本式バーといえばカラオケですよね。ママさんとデュエット最高に楽しそう。でもママさん歌うますぎでしょう。部長が下手すぎるのかな。ちなみになんかこう今でも空いてるとか今やってるお店とかあったりするんですか。ねえ、行ってたお店とか、やっぱそのコロナの影響とかで結構いろんなお店が残念ながらなくなっちゃったんですよ、はい、そうなんだ。だけどそれでも一軒二軒あるよね。そうです、うん、あそこのミータイムのお店とか。ミータイムね、美味しいミータイムがあるわよ。何です、何のお店なんですか。なんでミータイムって米で作ったおうどんなんですよ、それの美味しいお店がすぐ近くに。そこのお店ってね、夕方からしか開かなくって昼間やってないんで。そうなんだ、うん、その代わり朝までやってるんだよね。そう、朝まで、朝までやってるんだ。だから5時までかな、うん、外れがない。なるほど、ね。まあ、本当にザ・台湾っていうお店なんで、うん、そのなんか駐在員さんよりも出張者が喜ぶ。あ、なんかこう、あ、ローカルって感じで喜んでいただけるんで、そういうとこ。駐在員さんだとちょっと洒落たパブとかそういうとこのが良かったりするけど。なるほどね、うん、出張者は嬉しいみたいね。どうや、うん、え、ちなみに今そこ行けたりします。もうやってるから行けるよね。
もうやってるわよ。お腹空いてきちゃったね。ミータイム行ってみる？行ってもいいですか？もちろんいいよ。いいんですか？いい、行っていいですか？じゃあお連れしましょうか。はい、あ、じゃあお願いします。はい、じゃあ行きましょう。ということで、ママさんたちが営業後に夜食を食べるために行くお店へ連れて行ってもらえることに。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、そして私も、いや、飯食いに行くって言ったじゃないですか。あ、そうだっけ。行くんですよ、ほら。ありがとう、ありがとう、ソフィアさん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。ソフィーママどうもありがとうございました。さあということでね、僕たち今やってきたのはフォア電中さんでね、あの皆さんおなじみ の、ね、はい、バーでございます、はい、シュガーでございますね。はい、はい、ここね六条通りで、うん、私のお店も2軒ここの六条にあったんで、ちょっと懐かしいんですよ。当時からあったんですか、お店は？このお店はあったんですけど、はい、シュガーというお店はありましたけど、なんか中の雰囲気は当時と全然違いますね。なるほどね、はい、やっぱ変わってるんですね。変わってますね、はい、やっぱり、ね、入れ替わり激しいんですよ。そうなんですね、うん、なるほど ね、 はい、ちょっと僕たちは腹ごしらえしに行きましょうか。わかりました。行きたいと思います、はい、行きましょう。そうですね。CM の後、ママさんたちが営業後に食べる絶品グルメが登場。懐かしいの。懐かしいですね、やっぱり。うん、やっぱりね、よく仕事終わってきてたんで。ソフィーママのお店で日本式バーの内幕についていろいろと聞いた高志部長。ここからはママさんたちが営業後に実際に食べている夜食を皆さんにご紹介します。リュウハさんも現役時代通っていた40年以上の老舗店なんですよ。さてですね、ミンタイムを求めてやってきたんですけど、先生すごい懐かしい。あ、懐かしいですね、やっぱり、うん、やっぱりね、よく仕事終わってきてたんで、はい、すごい懐かしいなと思って。なるほど、ね、こう嬉しいですね、こう今も元気でやってる様子見るとね。いや、もうなんか見たことない。食べてみて、これがミンタイムですね。ミンタイムって言ってね、お米でできたおうどんなんですよ、はい、うん、ちょっといただきます、うん、食べてみて。うん、美味しいでしょ。うん、うどん、うどん、日本のうどんの味がするでしょ、うん、それで結構こうこれコシもあるし、うどんよりもっちもち麺が、うん、あとスープもちょっと薄味で、はいはい、いけるでしょ、うん、おいしい。絶対ね、これね、飲んだ後夜食にいいのよ。いい、日本人ってラーメン食べるじゃないですか。そうそうそう、あまり脂っこいですよ、ラーメン。ちょっと胃にもたれちゃうよね。そう、でもこれちょうどいいですね。あとさ、うん、お椀の大きさもいいよね、ちっちゃくて。そうですね、そうですね。で、あとこれも食べて。これね、これね、あの、うん、紅麹でできたお肉、豚肉なんですよ。はいはいはい、紅麹の。すごい、いただきます。このまま食べて、味ついてるから。はい、あ、おいしいの。うまっ。なんかちょっと唐揚げみたいな、うん、ね、食感はちょっとなんかベーコンみたいな、うん、ほどいベーコンみたいな、しっかり噛み応えがあります、うんうん、味もついててね、うん、これ日本人絶対好きですね、この味。2つともそうなんですよ、うん、いけるでしょ、うん、本当に美味しい、うん、あ、でこれが先生が当時食べてたセットなんです。そう、あとね、この、うん、あのたらこ、たらこ、たらこなのよ。これね、このマヨネーズつけるところが日本式じゃなくって味噌なんだけど、見てこれ、食べてみて。たらこだって思います、うんうん。美味しいでしょ、なんか、うん、たらこでしょ。たらこの味がする。焼いてお醤油かけて食べたい気もするけど。そうですね、でもいけるでしょ。醤油持ってきたらいいかもしれない、ね、自分でね、食べて。なんかね、うん、こういうお店って、うん、その中国語できない人とか観光客の人ってなかなか来ないじゃないですか。あ、そうですか。だからその出張者とかが台湾に来た時に、うん、私たち地元の人間とかシャオジェがね、この日本からの出張者、お客様をお連れするとすごい喜ばれるわけよ。絶対嬉しいと思う。そういうので飲んだ後ちょっと小腹が空いていて、はい、ですごいザ・台湾って感じでしょ、うん、それが喜ばれるわけよ、うん、でね、私たちもこういうお店だと色っぽい雰囲気にならないから、この後ちょっとホテルにおいでよとかね、僕の泊まってるホテルにおいでよとかならない雰囲気って。絶対ない。そうそうそう、絶対ならない、ね、パブとかだとちょっとこういい雰囲気になっちゃうんだけど、なんかこれあの美味しいよねみたいな、うん、それでじゃあお腹いっぱいになったから、じゃあタクシーに乗ってポーン、はい、バイバイとかできるわけよ。なるほどね。え、でも絶対満足すると思う。そうそうそう、それでもやっぱその台湾のちゃんとしたこのローカルのお店も味わえて、日本人の可愛いお姉さんたちと、そう、姉さんたちと飲めたらもう絶対嬉しいと思います。そうだから、こういうとこにね、そのお仕事が終わった
後に、うん、アフターでご案内したりしてたわけですよ、ね、自分たちも安全安心だしで歩いて来れるしね来れるし、うん、なるほど、なるほど。でもね、懐かしいですね、こういうとこ来ると、ね、はい。ちなみになんですけど、うん、先生、25年前にこうお店開かれた時って他の日本人の方もいらっしゃってた？全然いない。まずリンセンペールーで日本人って言ったら私一人。そうなんだ。今はたまに留学生のアルバイトさんとかいるけど、はい、私の時にはアルバイトさんもいなかったから本当にママ一人、突然一人日本人が現れたって感じ。すごいですね。で、今みたいにラーメン屋さんとか居酒屋とかもいっぱいあるわけじゃないから、はい、本当に珍しかったのね、うん、で私自身はちゃんと外国人投資法 FIA 投資で会社を開いてお店を開いてたので法的に何の問題もなかったわけ、うん、居留所も持ってたし、はいはい、だけど近隣のお店がね、なんで日本人が店なんかできるんだよってなって、え、そんなことあるの？あっちこっち密告されて、もうどんどん警察が来るわけよ。マジ？もういっぱい警察来て、もうどれだけ来るのって。あとね、看板も割られたり、看板は2回割られたかな。ママって大変ですね。大変だよ、本当に大変ですね。まして日本人っていう、初めての日本人っていうことでみんなが注目したから、本当に注目されて、もうね、アイドルみたい。アイドルですね、当時のアイドルなんですね。そう、インセンベイがアイドルだったんです。そうそうそう、なるほどね。そういう時代もあったんですよ。あったんですね。まあ、でもね、私ももう絶対に、うん、そのいつまでもやらないと言って、うん、満20年で全部引退して、ね、もうすでにね、引退して5年経ちますのでね、懐かしいんですよ。なるほどね、うん、引退して5年経って、今はこのびっくり台湾で、はい、僕といつもこう頭を叩き合ってね、ロケに行っているということで、ありがたいですね。ありがとうございます、本当に。こんなね、はい、素敵な大先輩といつもロケに行けて、本当に台はつけなくていいから。あ、そうですね、先輩とね、はい、お姉様といつも見て、はい、ありがとうございます。これからもどうぞ何卒よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。します。じゃあ、いただきましょう。はい、いただきましょう。私もちょっと続けて食べたいと思いますんで、はい、皆さん今日はね、この辺でということで、じゃあいいですか、カメラに向けて、はい、せーの、バイバーイ。バイバーイ。先生とゆっくりアフターです。そうです、アフターです。アフターしてアフター。アフターしましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。哇，时间过得好快哦！看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资讯节目的最新通知哦！也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦！还有，如果还没有 follow 比克利台湾台湾好资讯的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦！赞赞！啊，赞啊，赞赞，一个可以的，加油啊，拜拜。